ノブさん、竹さんお久しぶりです。以前竹さんが話していた手のひらの面積と運動能力、手のひらの面積と運動能力の話をきっかけにいろいろな資格を取るようになりました。なんだ手のひらの面積って。竹さんの意図とは違うかもしれませんが、自分は自分の会社の仕事ができるようになっただけで、もし会社が潰れて転職したらただのど素人になると思ったからです。竹さんには感謝してます。だって、手のひらの面積、手のひらの面積っていう話は俺はしてないですけど、はい、まあ、こういうことね。なんか面積っていうか、こう能力がこう大きいのか、もしくは縦長で細い縦長なのかっていう話を聞いてくれたのかな。ありがとう。頑張って、あのお仕事をうまくできても違う能力をたくさん身につけるってことをやめずに頑張ってみてください。勝ちたかったら登録しとけ。